皆さんこんにちは。東映のヤクザ路線で一躍国民的スターになった菅原文太さん、同じく国民的スターだった高倉健さんとは共に任侠ヤクザ映画ブームの立役者でもあったことからよく比較されています。今回は様々な面で対照的だった2人について見ていきたいと思います。また事故で亡くなった息子と菅原文太さん自身の死についても合わせてご紹介いたします。菅原文太さんにとって2歳年上の高倉健さんは常に前を行くスターであり大先輩でした。2014年菅原文太さんは入院中に高倉健さん死去の知らせを受けます。コメントを求められ、健さん、東映映画のことは時間を置いて自分で書きますと返答。しかし高倉健さんの死去からわずか18日後、後を追うように急逝しました。菅原文太さんは下積み時代が長く映画会社を転々とし、東映に移籍後36歳で初主演を果たしました。東映ニューフェイスとして20代から主役を務めていた高倉健さんとは対照的ですね。仁義なき戦い公開時は39歳になっていました。深作欣二監督によるこの映画は戦後の広島で起きた暴力団抗争を綴った元組長の手記をモチーフにした作品。一言で言えばエネルギッシュなアウトローたちの群像劇といったところでしょうか。それまでの東映は鶴田浩二さんや高倉健さんなどによる気流しスタイルの任侠映画が主流でしたが、仁義なき戦い以降はドキュメントタッチによる実録路線の極道映画が主流になっていきます。そしてブームが去った後も2人は別の道を歩むことに。高倉健さんが硬派で人間味のあるキャラクターを生かして幸せの黄色いハンカチなどに出演していったのに対して、菅原文太さんはトラック野郎シリーズなどコミカル路線へ進みます。また高倉健さんが生涯映画俳優を貫いた一方で、菅原文太さんは有機農業に取り組み、震災復興や反原発など社会的発言もするようになりました。くしくも高倉健さんの代表作の一つである幸せの黄色いハンカチのテレビドラマ版では菅原文太さんが主役を務めています。映画版で助監督、テレビドラマ版で監督を務めた栗山富夫さんの言葉がこちら。二人は明確にライバルでしょうね。文太さんは何も俺は負けてねえよって死ぬまで思っていたんじゃないでしょうか、役者として。しかし健さんが文太さんを意識していたかどうかは伺い知れなかったですね。健さんはそういう意味じゃ面白い人です。自分のことで精一杯で人のことなどとんでもないというスタンスじゃないですか。おかしがたい功績として残っているものをリメイクするというアホな作業ですから、文太さんは当然あの役がはらむ矛盾に気づいたと思います。それを軽々とかわしながらおやりになった。どっかで文太さんは俺にはこうしかできないよって自負はあったと思うんです。健さんに対する自意識っていうのは相当なものがあったと思いますね。東映で共に一時代を築き日本映画界を牽引した2つの巨星、その生き方を含めて高倉健さんを生とするなら菅原さんはどうだったと言えるかもしれませんね。続いて息子さんについてお話しいたします。菅原文太さんと妻文子さんの長男として菅原薫さんが1970年2月25日に誕生しました。ミュージシャンを目指していたようですが、カナダでの語学留学を経て俳優の道へ。自由の森学園高校在学中に映画恋する女たちでデビューしています。テレビドラマ俺たちルーキーコップ、徳川慶喜、元禄繚乱他映画舞台で活躍。そこにはもちろん父菅原文太さんのバックアップもありましたが、後に菅原薫さんはインタビューで俳優業の厳しさや父親のプロフェッショナリズムを改めて感じたと語っています。菅原文太さんによる息子の売り込み方は実にさりげなくクリーンなものだったそうです。そのことについて映画関係者は次のように語っています。一つ誤解のないように申し上げたい。菅原さんが息子さんのために作品を押し付けたり無理な配役をねじ込んだりとかそんなことは決してなかった。菅原薫さんは親の七光というわけではなく実力で仕事を勝ち取っていたのではないでしょうか。
そんな菅原薫さんでしたが、2001年突然の事故でこの世を去ります。10月23日、菅原薫さんは世田谷区北沢の小田急線の踏切内で電車にはねられ病院に搬送。しかし頭や胸を強打しており、翌24日未明に死亡が確認されました。事故当時は携帯電話で話していたことが分かっており、酒を飲んでいたようだとの証言も。降りていた遮断機をまたいで踏切内に侵入したとみられています。すでに翌年の利家と松、加賀百万石物語で親子共演が決まっており、役者人生はこれからという時の痛ましい事故でした。息子の死を告げられた時、菅原文太さんは人目もはばからず号泣したといいます。菅原薫さんには2人の娘がいましたが、葬儀ではまだ幼い孫娘たちに父親の死を知らせてはいけないという思いから、菅原文太さんがあやし続けていたそうです。菅原文太さんはその後、当時住んでいた岐阜県清見市に2人の孫娘を引き取ったそうです。文子さんの知人は次のように語っています。自宅の神棚に息子さんの霊児を祭り、彼の愛用のギターを並べて、それをじっと見つめてばかりいるんです。あの頃の文太さんは24時間亡くなった息子さんのことしか考えていませんでした。また文太さんと親しい関係者は、当時薫さんは仕事で悩んでおり、文太さんもただの事故死としては受け取れなかったようだと明かしました。最愛の息子を亡くした菅原文太さんの悲しみは想像を絶する深さだったようです。菅原薫さんは神道の聖地太宰府天満宮の祖霊殿に納骨されました。学問の神様菅原道真を祀った太宰府天満宮には、同じ菅原清の義見で道宮の信徒会に入会し、納骨堂と墓所の土地も購入していたようです。以降菅原文太さんは足しげくこの地を訪れ、息子との時間を過ごすようになります。息子と同じ場所で眠りたいと周囲に告げていたそうです。菅原文太さんは2014年11月28日転移性肝がんによる肝不全により81歳で他界。生前の願い通り、遺体は福岡県に運ばれ、最愛の息子のそばで30日に家族葬が営まれた後、翌1日に荼毘に付されました。いかがだったでしょうか。憧れの高倉健さんの死後、後を追うように急逝し、息子さんと同じ地で眠っている菅原文太さん、未だに寂しさを拭いきれない人は大いに違いありませんが、まっすぐ生きた彼らしい最後でした。心よりご冥福を申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。